ませんね、ちょっと急にふてこい顔が出てきちゃって。もうち1週間単位でメイクが変わるからさ、また来週にはちょっとレボ来週には変わってるかもしれんけど、ごめんね。カラコンはフランミーのきなこロール。そう、違いを出すために半顔でやってみようかなと思って。うわ、こんな見えづらいの入らへんわ。みんな人がカラコン入れてるとこ見たことある？あ、あるか。下地はポルジョのやつで、ピンクベースのやつ使ってます。これは保湿力が良くて、秋とかこんな感じの、一旦こっちだけね、こっちだけ。なんか自分の眉毛が嫌いすぎてすーぐ剃っちゃう、なぜか。なんでやろ。あの、おもながつり目の全力顔面工事を見てやってください。わー、こんな感じ、半分だけ、半分だけね。で、次コンシーラーはザセムのピンクとベージュを使ってる。ピンクはね、眉毛の上んとこと、クマがひどくて、実はオールで今日で、小鼻をしっかり殺していきたいと思います。で、こっちのベージュの方は、あのニキビの跡とか赤みのあるところに塗っていくんだよ。こんなニキビ跡あるんだけど、なんかこの辺そばかすが嫌で、ちょっと自分のね。まあもうこの時点で色が違うよね。うん、はい、伸ばしましたら、ファンデ、9点で買った韓国のクッションファンデ、ラネージュを使っていきます。これなんか韓国でめっちゃ人気らしくて、こんな感じ、わかるかな。あ、今ピント当てる。そう、こう穴が開いてて、あの40度のサウナでもマスクでももう、あの崩れへんらしくて、使ってみたら確かに全然崩れへんのよ。で、乗せた瞬間からこの粉になる感じ、粉になってこう、でも肌にちゃんと密着してくれはるっていうのが分かった。すごい使っててね。いや待って、笑ったらめっちゃ、なんで、何これ、これやばくない？何これ、こんなとこに涙袋ないで、うち。待って、え、めっちゃ白なった、びっくりした、叩きすぎた、ちょっと待って、やりすぎた、ちょっとやばくないか。あと1時間でこれ撮り終わるかな。オンライン授業やねんか。オンライン授業どうする、この顔で出てきたら、やばくない？めっちゃおもろい。二重テープ、これはね、ダイソーのやつをいつもここで、これ本物なんやけど、こっち半分に切って使ってる、片方に。そう、では貼っていくぜ。目頭に置いてギュッて引っ張って、こっちにペタって貼る。で、ちょっとこう、こう、ここを端っこずつ持ちながらこう目上げる。あ、奇跡やん。実際外出るときはもうちょい二重幅狭くすんねんか。なんかリモート授業のときとか、あんま人と会わへんときはもう自分の好きな二重幅にする。なんかね、元が奥二重で、で左右非対称やし、でいつかはこの二重もあの好きになれるかなって思ってるけど、でも今ふみが好きな二重幅は幅広二重、くっきり二重って感じやから、それにしてる。まあ、さっきうち、あのアイシャドウとか眉毛とかよりもアイラインを引くんやけど、もうそれがやりやすくて、メイクアップレボリューション、レボリューションを、あの下地で、まあ、これこんな感じで、あ、汚いかな、大丈夫かな、あ、汚くなかった、なんでや、すげえ汚くない、なんでやろう、ちょっとこれ、あ、中指、あ、違う、あ、違う、違う、あ、違う、これ、あ、ちょっと待って、薬指でやらいいか。で、この色を、まあなんていうか、やりにくいな、ちょっと中指で失礼。まあまあ、ちょっと全体にこう下地っぽい感じで、で、ブラウンのジェルアイライナーを引きます。ケバく見えへんけど盛りたいみたいな時におすすめ。そこの目頭んとこで、今まあ若干全部引いたんやけど、ほんとちょっとのことやけど、こうなってるんですよね。うん、なんか目の一番の盛り上がりが若干
ここに来てるみたいな。だからこうなってくるとなんかあの釣り目が加速するっていうか、そのキュロンみたいな瞳にしたいから、ここじゃなくてこっち側に、あのだからここのね上んとこに、上んとこをもうちょい高く、普通にやりすぎたんやけど、要はこういうこと、なんかこういう山、こういう山じゃなくてこういう山、こっちの山を作るイメージにしてる。ここのあのアイラインも描いていくの。これをねもうあのがっつり下げるんですよ。ちょんってこうグッと下げて、でジェルライナーは、まあ、一旦ここで終了で、アイライナーでなんか習字みたいにここをシュッて払う感じで。ちょっと肌荒れてるやろ、ごめんね。ちょっと最近寝不足で、これはねそばかす。うちあの普段あんま遠目から見たら多分分からへんけど、近くに寄ったらすっごい生まれつきの天然そばかす。でなんでこんなアイライン下にこう伸ばしてるかっていうと、まずおもなが、でそれが個人的には中顔面長いのが気になって、やっぱりあとは急進顔やんね、もともとなんていうかな、動画で見たらそんなことないかもしれへんけど、今もこっち塗っちゃってるからさ、ギュッて真ん中にあのパーツが寄ってる方で、での割に鼻がよあのこう横にちっちゃくないというか、今こっちコンシーラー出てるからあんま分からんけど、あのほんまにこんな感じなんよ寝起きとかね。だからなるべくパーツを外にで下に向けることで、まあ、バランスがよく見えるとか、まあ、自分の理想に近づくんだよね。例えばこの眉毛で言っても今ないけど、こう元々うちすっごい眉間がもう寄っててでしっかり眉毛やってけど、あの顔のパーツ的に離した方がバランスがよく見えるから、あの長め、眉毛も長めの方がいいし、女性らしさが出て似合うと思う。でももちろんその人のメイクの好みとか骨格の問題とかがあるし、絶対こうじゃない。でうちもこの色は絶対合わへんからこの色一生使わへんとかじゃない。もう全然もうあのその時にあの好きなメイクとか好きな色を使ってメイクしてるし、理想も変わるし全然変わる。橋本環奈ちゃん見た時はあんな顔になりたいみたいな、もうキャロンたとき顔みたいな思うけど、でもあの中華美人キリッみたいな美人見た時はこんな風になりたいみたいな、こう釣り目メイクしたいとかも思う。すごくだから好きなメイクしていこうってことよ。で次やっとアイシャドウ、さっきのやつで描いていくんやけど、この筆でよく描いてるんやけど、これはあの100均の白い筒みたいな感じのケースに結構4本ぐらいセットで売られてて、このね眉毛の多分描くやつなんやけど、すごいこれが汚いかな、ごめんね、描きやすくて。これで最初このレンガ色を、まあ、ポンポンと取って、目黒目のまぶたがさ上に上がる前のこう来てここで止まるやん、これ以上上がらんように。だからここでまっすぐかちょい垂らめに線引く。どっちにしようかな今日、たまにやりすぎんねん。まあええか、うん、まあ下書きみたいな感じでこれは薄く色のせて、でまあちょっと濃い茶色でちょっと濃くで、若干この下もちょっとだけつなげてやる。でさっきのあのアイラインの上も今アイラインがっつりなんかもうちょっと黒に見えるやん、だからさっきのレンガ色でちょっとこう上にねなじませる感じで、大丈夫だよ君も仲間だよみたいな、なじましていくって感じで。そうそう今こんな感じ、涙袋作っていくんやけど、さっき使ったこのアイライナーを若干こうムンってした時のに引いて消してみたいな、消してもう爪で消してんねんけど、全然痛くないけど、ダブルラインもねこれおかしいから伸ばさんと。
ク動画とかコスプレメイク動画とか見てくれた人、こいつやばいな思ったやろ。だってあの切れたアイライナーをさ筆にして、チフレのアイラインの瓶で絵の具みたいにして引いてたから、ここももう描いてんのよね、線ないから。もともと末広がりの奥舞台やから、ここまで二重線がある人にめっちゃ憧れてて、だから最近のマイブームはこの二重幅、このねまたレンガ色を取りまして、ここにちょっとシュッシュッと、あ、まあいいわ。まあなんていうかね、あのここを四角にこう塗るんじゃなくて、ちょっと三角っていうか斜めにこう涙袋の線に沿って、まず濃いやつを置いて、でちょっと真ん中にも持ってくるみたいな。これ全部まあ塗ってもいいと思うけど、うん、後でコンシーラー塗るからさ、若干まあこんな感じで幅決めといて、でちょっと下に影もつけとくみたいな、袋の影。あのユアグラム、ユアグラム、みんな大好きダイソーのコンシーラーで、筆でコンシーラーで、これがマジでよくって、最初は完全にあの自分の涙袋ここまであんねんけどさ、ここまで乗せちゃうとあの釣り目に戻っちゃうんよ。だってこう涙袋こうついてるからさ、元の目って。だからあのここはここまでやらずにこの辺でやめとくっていう。ほんでそれもまっすぐ引かんとちょっと垂れさせて斜め下に引いて乾かすイメージ。この技術はマジでね、自分の中で革命でしたね。なんか韓国のアイドルメイクさんの人がもうほんまにすごいやってはるらしくて、最初はあのザ・セムのコンシーラー涙袋塗っててんけど、ボロボロしてきて、やっぱ硬いからザ・セムのコンシーラーってすごいカバー力あっていいんやけど、最終的にもうあのなんやかんやユアグラムのこれが大優勝してて、うちの中であのよれにくくて、涙袋に関してはね、そうこんな感じで斜め下に、でまあこれを乾かしてる間に粉でちょっとこの薄めの粉取って、とこまると線だけって感じやん。ここは二重やけどこっち線だけやから、このね線の上に寄せるイメージ、わかるかな、こうほらめっちゃ立体感出るん、すごくない？ちょっとやりすぎたら不自然になるけど、立体感、元からここも二重ですよみたいな顔できる気がするのよね。あの全部に影入れるんじゃなくて、ここにも入れるとなんていうかな、でこういう二重の人に見えんのよね。うちは憧れやねん、こういう二重が。目頭の脂肪が重いからさ、でここの上にも若干影入れる。夢子、ジャバム夢子のキャラがここに影入ってて、あのアニメの絵とかがちょっとほんまにごめんね、ごめんね、ちょっと失敗するとも何の説得力もなくなってんねんけどまあまあまあ若干気持ちの問題やけど、そう二重幅の色はこれピンク、ちょっと薄ピンクを外の二重幅よりちょっと上らへんにこう斜めにぼかす感じで置いて、やべ、でちょっとゴールドのやつを、ゴールドゴーグルみたいになってな、オッケーゴーグル、オッケーグーグルみたいな。あ、やべえ、あ、やべえ、ちょっとやってもうたな。で、そう、コンシーラーこれを若干こう伸ばして伸ばして伸ばして、ナチュラルメイクの時もこのコンシーラーは絶対やる。だって何もやってない方に比べてさ、これこっち何も化粧してないのにさ、あの これがなくてもさ、ほら出てるように見えん。だから韓国のメイク技術さんってほんまにすごいと思って、で何気にここのこのアイラインもいい味出してると思ってんのよ自分 で。こここれがないとさ、ちょっと人相悪く見えるやん。こっち黒目に対して光線が入ってるよりさ、ちょっとここポコってなってる方がなんて困って見えるっていうか、うんみたいな、前目の大丈夫みたいななるやん。そう、前はね、前のメイク動画ではここも一直線にビエってここまで引いてたんやけど、ちょっとサイボーグ感強いな思って、
だから涙袋に関しては、まあ、ここの線は引くけどこうさっきも言ったけど三角にもう寄り添って、このオレンジで、これオレンジなんやけど、ちょっと中間埋めていきます。グラデーションになるように。ゴールドのラメでもいいと思う。全然可愛くない？めっちゃこっちめっちゃ可愛い。あ、眉毛ないから、あ、これだけでめっちゃ可愛くない？なんかめっちゃ可愛いねんけど、モチベの上がり方が全然違う。めっちゃ可愛くない？やっぱこのピンクのグラデーションがほんまに気に入ってて、その涙袋は。で、これこの鍵をちょっとでね、前まであのここも三角ゾーンがっつり埋めてたんやけど、なんか今これ見たら埋めんでええな、埋めん方がいいんかな。うーん、どうしよう。そんな感じで毎日メイクがどんどん変わっていくのよ、うちの。埋める？埋めたらどうなる？ここ、あ、埋めんとこう今日は。あ、でもちょっと下に、ちょっとだけ下に三角形をちょっとピッて引くみたいな、どう？ない方が良かった。まあいいか。うん、今いい感じ。ちょっともうこっからやりすぎんない？うちたまにやりすぎるからな。いいんちゃう？めっちゃ今日可愛くない？え、めっちゃ今日可愛い。こっちだけめっちゃ可愛い。あ、こんなんしてる暇ちゃうねん。だからうち、はよやらな、この状態でオンライン受けなあかんねん。イニフ3っていうのやってて、イニスフリー、まあフリーのあのラメを買ってちょっと塗りたいなと思って、涙袋にまずこっちの銀のやつを塗ってみるぜ。毛穴ごめん。次ゴールド塗ってみるよ。金わかるかな。ちょっとさ、涙袋塗った方がわかりやすいよね。ボケてない、見てて、大事なとこ。ボケてない、見てて。怖い。塗りすぎ？え、今どんな感じ？あ、え、めっちゃ可愛くない？ちょん。めっちゃ可愛くない？ちょっと待って。可愛い。めっちゃ可愛いねんけど、ちょっと待って。あかん、塗りすぎるな、うち。こうやっていつも塗りすぎて、失敗すんねん。やりすぎるから失敗すんねん。そやろ？学んできたやろ、今まで。19年間の人生で。え、待って、可愛すぎん。じゃあ、うちはいつも、あの、アイシャドウのゴールドのラメを真ん中に置いて、で目頭にあのシルバー系のピンクのラメを塗ってたんよ。だからシルバー系のラメを目頭にちょっと置いてみようかなと思って。え、でもこの目この中央だけちょんってラメも可愛いよな。どんな感じやろ、目頭置いたらちょんって。やりすぎたらあかんからな。あ、可愛い。目尻と2点キラキラさせたい。やりすぎた？あ、ちょ、あ、やりすぎた？あ、ちょっとやりすぎたな。ラメラメ星人になっちゃった。え、どない？めっちゃ可愛くない？やば、過去一可愛いで、これ。そうなってきたらさ、ここにもいつもハイライト入れるから、ここにも入れたい。キラキラどう？え、待って、これは革命やわ、マジ。うちの中でこれは可愛いわ。あ、でも下がちょっとギラついたからさ、上まぶた化粧ない、化粧っけなくて寂しいよね。ちょっとピンク足しとこ。これは二重幅に足してみるね。どう？え、めっちゃ可愛い。あ、ちょっとラメ塗りすぎたかな。ちょっと涙袋が白くなったので、ちょっとピンクのアイシャドウ足すね。ここのラインあるじゃないですか。ここのね、下まつげをあの描いていくんよ。ここ描いちゃうと、もうギュイーンって上がっちゃうから、私の目尻このラインですけど、みたいな顔をしてしれーっとまつげ描くんよ。ここにまつげ生えてますけど、で元から。かわいすぎんなよ。そう。こんな感じでちょっとまばらに描いていくんです。
ちょっと線下の線濃くなんかして、あ、そうそう、こういう感じね。そう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 、いいよ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 。今日のうち100点。大概眉毛って最初に描くイメージあると思うんだけど、で眉毛描くときってこう口角、目尻で、それがあの眉尻になったらバランスいいって言うやん。ただメイクした後って、あのメイクする前目尻ここなんやけど、これで辿るとここになっちゃうんよ。でこれやとその目と眉毛のバランスがおかしいやん。でしかもあのもっとパーツを広げた方が顔的にバランスがねこうよく見えるから、だから基本的にアイラインがもうここまで目の役割してるから、この口角アイラインの先で眉尻をここに決めるっていう方が多分なんていうかうちはやりやすくて、そうそう、だから最終的に眉毛が最後になっちゃって、アイメイクの中でまマスカラは後で一番最後にするんやけど、ではうちはもう最近適当にあのちょおなら出ちゃった、あのあもう一回出ちゃった、あの茶色のをまず取って、薄い茶色を取って、あやばちょっとついちゃった、うんうん、この辺かなってとこで一旦印、まあ、眉毛はねもう適当なんだよね。この最後さえ決めたら、最後からまずあの眉頭、何て言うんだっけ、眉山や、眉山をまあちょっと決めて、この辺やみたいな、ここを眉山にするわ。で眉山もちょっと最後ら辺にした方が離れて見えるかなって思って、でそれでだんだんまっすぐ、なんかこっちから変えちゃうともう濃い薄いになるやん。でもうちが気をつけ眉毛で気をつけてんのは濃い薄いにしたくて、でも自分の眉毛も気に入ってるけど、今は今の理想があるので眉尻は細く細くして、でだんだんこう太くっていうかって感じにしてる、うちはいつも。でもう間はこうグラデーションにこれもなるようにしてってって感じ。とりあえず今茶色、さっきのまあ今ここで赤のアイシャドウ使ってるからちょっと若干赤茶みたいな感じになってるんやけど、赤と茶色混ぜる感じで眉尻を濃くする、とにかく。でもこことここの色は、あとチークの色も統一した方がちぐはぐにならへんというか、だいたい失敗せえへんと思う。こんな技術ないやつが何言ってんねんって感じやけど、どうしてもここ全く色乗せてないのに引いた時にここが濃く見えるんよ。やっぱり毛が反ってても濃いからね、密集してるからね。なんで眉マスカラしても濃い濃いから、さっきのこのユアグラムでちょっと消してあげて、なんかもうここにさ、やっぱりもうここまで反ったとて元から毛根があったらさ、眉マスカラでどうこうなるあれ話ではないやん。もうほんまコスプレの領域というか、メイクが、メイクの工程っていうので、ここ消えてもうたやんけって感じやん。はあの薄ピンクと、あ白じゃないな、まあ、茶色、まあ、その辺は適当にこうここよりかは薄い色で線描いて、さっき線描いて、でこうぼかす、こうじゃなくてこっちにスッスッスッってやる、チュンって置いたりして、でまあ最終的に眉マスカラはするんやけど、うん、黒いとこあるから、これはね何だっけ、インデグレード、あのアイジルナー、アイジルナーってジェルアイナー、ジェルアイライナーと同じブランドだね。あー、うん、見えねえな、この辺の毛とか。ほんまはちょっとカット、後でカットしますね、ごめんね、今汚くて眉毛が、うん、これやとちょっと眉頭消えた、ちょっとさすがにここの間空きすぎなんで、まあほんまに調整の毎日って感じ。今は何がいいのか自分でも探ってる。いやでもこれだけでもだいぶ整形級と名乗れるのではないかと思っている、私は勝手にね。一番大きいのは涙袋とカラコンやと思ってる、あとアイライン、もう今それだけですごい差出てると思うからさ。
釣りは、そうやな、マスカラやな、釣りは。じゃあで自分的に紙ビューラーのね、ダイソーなんですよ。素晴らしい。ダイソーはほんまに紙ビューラー、あのね、うちビューラーがほんまに苦手で、もう多分、あ、もう一生うちビューラーすことないんやろな思っててんけど、これに出会って変わったね。見といて今このまつげの状態。やるよ、バネ式で軽く力入れるだけでギュって、一回ギュって、ほらすごくない？見てこの差。うち直角に上がるビューラーが好きで、なんかでもさ、面長の人はあんままつげ上げん方がいいって言うけど、韓国アイドルの人はまつげバサバサやんか、それがすごい好きでまあ矛盾してんねんけど、だけどまあまあ、あの好きなんでちょっと伸ばさせていただきます。まつげは、まつげはね、ナチュラルメイクにしたい時はこっちのマジョマジョ使ってて、これめっちゃいい、あのナチュラルに伸びるし、あの繊維も入ってて、でこっちもあのバサバサにしたいなーとか、ボリューム出したいなーって日はこの三菱かなんかのステージマスカラ、黒を使ってる。やっぱマスカラはあの自分の瞳に合った色がいいと思ってて、マスカラまで茶色にしてしまうと、なんていうか、この目が結構黒やから浮いちゃうのよね、黒目だけが。ちょっとだいぶ使ってるからね、もうそろそろ、でも新しいのにリピートするけど、これはでね、お湯ですぐ落ちんのよ。でも水では絶対落ちひん、汗でも落ちにくい、あとねクレンジングでもなぜか落ちお湯ですぐ落ちる一発で。でもちょっとダマになってきちゃって、あの数年使ってるから、さすがにそう2年ぐらい経っちゃうのかな。もうちょっと2年ぐらいマスカラを放置しとくのは良くない？でもほらすごくない？結構バサバサになりたい方におすすめ。よくさ縦にした方がいいよみたいなのあるやん。でも縦にしてうち前がっつり下まぶたについちゃって、ちょっと怖くて、それから。で、あのここにも多分まつげある人はあると思うんやけど、うちなぜかここまつげなくて、剃ってないのに。でもある人はここ塗らん方がいいと思う。せっかくここな、あの白目のふりしてるやつらがバレちゃうから。あと10分でオンライン授業始まんねん。もうあかんでこれ。いやーすごくない？我ながら芸術やと思う。そう、切開ラインやねんけど、切開ラインは下に横じゃなくて、私よく目頭切開してますかって聞かれんねんけど、してない。まだまだ整形はしてない。いや、したい、埋没はもしたいと思ってる。毎日こうアイテープ反応あれやし、けどしてなくて、横じゃなくて下にね、ちょんって置くよ。うん、良きかな。最後はチークとハイライトと口角描いて終わりやな。チークはこのサンジュマートのここ割れちゃって、ここ割れちゃってピンクのやつが、で今これだけを使ってる。ほとんどこのオレンジと赤もすごいいいんやけど、オイランメイクとかするときはこの赤とか使うけど、舞妓さんメイクとかな、レンガ色やな。これもアイシャドウとほぼ同じ色を筆で取って、わかるかな、ここくぼんでるとこの、まあ、上かちょっと間かぐらい。この前はね、すっごいシェーディングしてたんやけど、あの餅ついてるやつ、前の動画で、昔じゃないな、もう2ヶ月前とかの動画で餅ついてたやつ、あれやめて、あ、やりすぎたかな、もう動画やと分からん。あと顎と、で鼻の下にちょっと入れる。鼻の下めっちゃ可愛い、入れたら。シェーディングはもうさっきのあのこのアイシャドウパレット、もう何でもアイシャドウパレット、赤、まだこれ赤なんやけど、赤取って口の下と、やばい、やりすぎた、またこれ唇が。で、あと鼻の下、ちょっとシェーディングをこれでやらん方がいい、すごいつく。この柔らかい丸い筆、ごめんね、お見苦しいね、鼻の下、鼻の下とここの鼻のこういう三角にする、赤で、わかるかな、若干ね。でこの下もちょっとだけ塗る、でちょっとこう指でぼかしつつみたいな、うん、やりすぎたな思ったらもう白のアイシャドウでピッてやったら消えるそんな感じで、ハイライトはセザンヌのやつ使ってて、まず筆で目の下にスッて若干入れる。ほんならもうなんかくすみとか全部消える。で鼻の上に
チョンって置いて、顎と頬骨、頬骨の上で、眉上もちょっとちょ目の下がちょっと濃くなっちゃったな。初めてニフスリー使ってテンション上がっちゃった。めっちゃいい、あのラメ。もう授業始まる、ちょっと待って、ズームを先起動させとくね。やばい。最後リップなんやけど、これ不老不死のやつ。どの動画でも塗ってる。ほんで毎回このリップ何ですかって聞かれるの。半分半分で、これはアイラインで口角を描きます。なんか個人的に猫の口とか好きで、すごくウサギの口とかだから描いちゃう、ついつい。でもイメージ的にはなんか太く細くって感じかな、まあ、最近ちょっとなんかだんだん口角自分でも濃いなって思ってて、動画で。これはロレアルパリかなんかの、これは内側にオレンジ系ね。これはでも口紅はなんか半分塗るの慣れへんね。ちょっと難しいね、半分の口紅。おはようございます。やばい、やばい、始まっちゃった授業。ちょっと待って、やばい、やばい、ちょっと待って、始まっちゃった。版画を毎日メイクは完成です。今出席が確認できてない、皆さん、ちょっとごめん、言い忘れてたんやけど、あのね、今両眼をちょっとやってる途中なんやけど、まだチークとかはこっちはしてないんだけど、あの下マスカラをこう塗って、こっちやってなかったんやけど、塗った後にピンセットで、ちょっと先端恐怖症の人はあんまおすすめせえへんねんけど、こうやってあのキュッと一束ずつ、こうなんていうかな、束ねてあげるとすごい束感が出て、そうまとまってて、こっち今やったんやけど、綺麗に下まつげがね、あの散乱して、せっかく下まつげこうガー塗ってもバラバラやったら、下まつげって細いから分かんないのよね。だからこのピンセットでこうやって揃えてあげると、絶対目つかんように気をつけて。でこれであのチークとハイライトしたら完成なので、行ってきます。キュッ。ちょっとファンデが白かったかなと思うけど、まあいいかね。本日もご視聴ありがとうございました。また遊びに来てね。チュー。